キムスヒョンは、韓国の男性俳優、モデル、歌手。韓国、ソウル特別市出身。身長180センチメートル、体重68キログラムゴールドメドリスト所属2007年オーディションを、通して、MBC のシットコムドラマ、キムチチーズスマイルの水泳部員役を任され、芸能界にデビューした。2009年コスの子供時代の役を演じた、SBS ドラマ、 クリスマスに雪は降るのに出演。2010年 SBS ドラマジャイアントで存在感を知られ始め、2011年ペ、四巡企画の KBS ドラマドリームハイで一躍注目を浴び、2012年2番目の主演ドラマ MBC 太陽を抱く月では、韓国で視聴率が40%を超えた。記録的な視聴率を獲得し、一躍その名を広めた。 日本では太陽を抱く月というタイトルで2013年1月20日より NHKBS プレミアムで放映された。初出演映画2012年10人の泥棒たちは韓国で1300万人を超える記録的動員数を獲得し、翌2013年シークレットミッションも大ヒットとなり演技派俳優として名実ともにまさにトップスターの座を獲得した。 2013年 SBS ドラマ、星から来た、あなたも、女優との息の合った演技に注目が集まりその年の、のう一ドラマの呼び声が高く、アジア各国でも、不動の人気を誇る。2015年には、プロデューサーに出演。2017年6月に封切られた、リアルを最後に、2017年10月23日から、現役で陸軍に入隊。 2019年7月1日に除隊後、2020年、最古だけど大丈夫主演として復帰し、変わらぬ卓越した演技力で活動中である。趣味としては、写真、ボーリングバドミントン、歌、クライミングスキューバダイビングなどを挙げている。キムスヒョンは1988年2月16日、ソウル特別市で生まれた。中学校時代には、とても静かで、 消極的な学生だったので、周辺は後に彼が演技者になるとは思わなかったという。そんな中彼の母親は内向的な息子の性格をとても心配して、後に高校に進学した頃に弁論学院にでも通ってみたらと誘ってみたが、本人は勇気を出すことができず、それなら演劇でもしてみるという母親のもう一つの提案から始めてみた演劇が、 彼の性格を少しずつ変えていくことになった。高校3年生の時の担任教師は、当時のキムスヒョンに対して学校に台本を持ってきて、授業の合間にセリフを暗記したり、発声練習をしたりしていた。そんな姿を見て、スヒョンが演技者の道を歩むとしても遜色がないと思った。と言及している。2003年、中東高等学校に入学し、 高校1年生の時に演劇真夏の夜の夢のパック役で公演舞台への第一歩を踏み出し、大学時代にはミュージカルグリースデけ日記役とハムレットでハムレット役を任され公演した。2009年一般選考で中央大学校芸術大学演劇映画学科に入学した。現在は関陽大学校大学院演劇映画学科に在学中である。 2012年、太陽を抱く月政作発表会でのキムスヒョン。2013年マセラティギブリ広報大使として委託を受けたキムスヒョン。2015年、プロデューサー政作発表会でのキムスヒョン2017年5月、リアル言論配給試写会でのキムスヒョン2014年5月18日日本、横浜ファンミーティングでのキムスヒョン。キムスヒョンは、平素市民生活として、 ボーリングを楽しんでいる。2016年にはバンド FT ランドの違法ギとプロボーラー選抜戦に参加して話題となった。一次戦は通過したものの二次戦では脱落した。プロボーラーに再挑戦する意思があると言っているが急いで考えているのではなく機会があればまた挑戦したいと考えていると明らかにしている。2017年の言論者とのインタビューでは 彼はボーリングが演技の助けになるとし、ボーリングは一人で集中することができるスポーツなので魅力を感じる。ボーリングをするときはどれだけ自分自身の中にだけ集中できるかが重要だ。それが現場においても続くとすれば、どれだけ自分自身を信じることができるかということにつながる。だから周りの人たちにボーリングを進めて歩いている。と話している。 2014年9月4日ソウルドラマーアワーズでのキムスヒョン2014年10月25日ソウル思考法大使移植式でのキムスヒョン2014年11月21日ビーンポールアウトドアファンサイン会でのキムスヒョン2014年5月27日百層芸術大賞受賞式でのキムスヒョン KBS 演技大賞 SBS 演技大賞 MBC 演技大賞百0層芸術大賞、コリアドラマーアワード、ソウルドラマーアワード APN スターアワーズ、スタイルアイコンアジアネット20、S チョイスアジアアーティストアワーズ清流映画賞、富川国際ファンタスティック映画祭、大金賞百0層芸術大賞2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年。ありがとうございます。